はい。ハットリハットリの、今日は何ですか？今日はちょっと開封動画。開封動画。ぽい、YouTube っぽいね。ぽい。うん、今までなかったんですけど。さて、何の開封かと言いますと、今日は、先ほど今、購入してまいりました。こう話題なん？タラグラ。いやー、そこまで話題かわからんけど、最近俺が発見しただけ。なるほどね。これあれやろ？じゃーん。野球チームチップス。チップスじゃない。やつ、それのやつでやろ。要は、プロ野球カードやろ。プロ野球カード。なんていうの？ジェネシス。大人版プロ野球カード。BBM ベースボールカードプレミアム2016ジェネシス。あ、なんかユーチューバーみたいなことしよう。そう。本物を追求せよみたいな。あれらしいよ。この知っとる人が見ようと思うんやけど、これはプロ野球カードでさ、中にたまに。なんつうのすごいやつが入ったよね。本物のなんか直筆サインとか、なんかこうユニフォームのちょっと切ったところとか、そういう実物が入っとうっつってあれだよね、いいやつよね、それを今でこれが1個ね600円、高い5枚入りで600円。高いね。1枚100円超えるってことやろ。120円か。お菓子もついてないのにポテトチップスついてないけど高い。高いよ。カードだけ大人やなこれ。子供には買えん。大人。でですよ。とりあえず2個2袋買ってきました。少ないんかな。これはねちょっと。他の人がしようやつと比べたら。でもねここね注目の2枚買って気づいたことがある。これね。明らかにね、この分かります？これ。ちょっともうちょい寄ってもらったら。これぐらい？これぐらい？明らかにこの下の方がね、分厚いわけ。見た目でもわかるし、触ったらもう明らかにもう分厚い。もうね分厚いわ。分厚いやろ？カメラ越しに見ても。だけどもうね、これ期待感がもうすごいわけ。こっち。こっち出るねなんか。ということで。開封していこうか。あ、ユーチューバーみたいな。ユーチューバーみたいな。ハサミ。ハサミ。切るわ、俺間違って中身。ハサミ。あ、あるよ。じゃあまず薄い方から。薄い方からね。これノーカットでせなあれない。そうやね、なんかちょっと。ここ映っと？そこ映ってない。どうしたらいい？じゃあここ入れとっていい？そこ入れとったらいい。じゃあこれ切ります。こんな切らんで開けますね。ああ、俺誰が出てほしいかな。あ、俺も野球で言ったら、これ現役選手だけ？多分そうだね。2016年のやつやけ。俺見てないよね今シーズン。サッカーしか。工藤監督。監督ある？おかわりくん。これだどうしたら1枚ずつ出した方がいいと？そうやない。1枚ずつ出すね。あ、もうランダムに出していく。いやこう入っと全部ボンチ出してペラッチするか。いやもうじゃあこっから出していこう。1枚ですね。俺もらって預かっていく。お、出た高山俊。ちょ見てんカードも。え、これ金色すごいと。いやそれ多分普通でそれなんやない。金色が普通。高山俊タイガース。ちょっと寄せて見せていこうか。あ、ちょっと見せて。タイガー渡すわ。高山俊選手。はい。1枚目やね。それ普通、それが普通なんやね。普通なんやね。あ、やっぱ100円だけあってちょっとゴージャスに作ったね。ゴージャスや。でもこっち薄い方のやつやっけ。こっち。俺的にはまだまだ。で2枚目。カープ。田中康介。JR 東日本から社会人から来たよね。これは？これも普通やろ。普通ね。え、何枚入っとってこれ5枚。今2枚か。いきますよ。次T見せたみんなに。それあんま見せたいけんやつなん。これ見せていいよね。見せていい。はい、次行こう。次行こうだ。お、茂木英五郎。名前いいね。171センチちっちゃいよね。野球選手ってしたらちっちゃい。ルーキーなんこれ。あ、これルーキー。へえ。はい。茂木英五郎。茂木英五郎。やっぱホークス出てほしいな。ホークス出てほしいね。地元の球団。いきます。ナニータ。ナニータ。中日ドラゴンズのナニータ。ナニータ。はあ。これでもノーマルっぽいね、全部全部今んとこはね。ミスターナニータのこと見せる前に自分が見たいってさ、ついつい見てしまう。最後の一番、これあれやない、ペライ紙が1個入っとって当たりとか分からんね。そんなもん全然おかきのやつみたいに。いきます。ああ、牧田。牧田ね。牧田和久。新人落ち葉牧田やろ。西武のこれアンダースローな。そう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 。へえ。まあこだからじゃあ外れでいいね。あ、分かった。なんで分厚いか。それも何も入ってない。これさ、だけ今ノーマルで俺さ分かった、なんで入ってないか。どういうこと。なんかさ、そのカードのね、種類とか書いた紙が入っと、そんなんもあるの。なんか書いとったような気がする、裏に。それがただ5枚プラス1でそれが入っとやない。入っと場合があるってことやない。そのワンボックスの中に1個それが入っとるやつがあるってことやない。チェックリスト。チェックリスト。あ、それそれやない。やばい、気づかない。でもそれもう小当たりではあるやろ。まあまあまあ、そうやね。5分の1の小当たりやね。じゃあもう次いきますから。もう空っぽでね。あ、もう分厚いもの大感持ったのがちょっと今。なんでそのさ、答え言うの。いや、思ったよ。いくよ。それが入っとったらもう残念ってことで。まずは第一関門、カードを切らないで当てるっつうのクリアしました。いくよ、いくよ、いくよ。あ、もう分厚いよ。だけど本当だけど一番多いけど、多分チェックリスト引いてくれ。そこでお、野村。野村いいんじゃない？野村祐介。新人王。新人王2枚目。新人王2人目。これは？野村。あ、まあいいね、この写真。この写真いいね。これでいこう、サムネ。いくよ。ズンズンいくよ。ズンズンいくね。山田。お？山田哲人。いいや。三冠王、去年の。去年の。今年も。今年も？今年もいけそう。なんかいけんみたいな。山田ね。うん、すごい。あ、まだなんか分厚い感じがまだある。まだある。今何枚？2枚。いくよ、いくよ。これ期待するね。平田。なんかドラゴンズ多くない？ドラゴンズ多い。やっぱさ、レアなやつってなかなか出らんないよね。この色が違うやつとかね。もう一回は見てない。俺見せるの忘れとった。ずっと。いくよ、いくよ。あ、ちょっと待って。チェック。お。西武。なっちゃう。タイガー。岩貞裕太。投手。投手。タイガース。タイガース。これ今何枚？もうあと1枚か。最後やろ。1枚しかない。1枚しかないと思う。分厚いんよね、1枚が。あ、じゃあなんか期待感きますよ。これ最後に来るってまたあれやね。演出やないでね。演出やないで。俺前からだ撮ったっけ。いくよ。あ、チェックリスト。チェックリストでした、これ。じゃじゃーん。あ、チェックリスト。チェックリスト。あ、チェックリストってカードが入ってない。もうどういう意味なんこれ。チェックリスト。損した気分しかない。なんなんこれ、外れやん。どういう意味これ。これが入っとった。見える？見やすい？見にくい。これやろ。裏見せるよ。外れやん。でもね、とにかく分厚いんよ。期待感返してほしい。外れかって。結局4枚しかなかったってことやろ。これなん？これどういう意味なんこれ。チェック、楽天の、あ、楽天、あ、どういう意味これ。チェックして一回ってこと？やってみようか。ちょっとでも一個楽天出らんかった？出た。ちょっと見てみる。じゃあ、ちょっとそう座ってもらって。楽天の誰やったっけ？楽天は茂木英五郎。俺。お声？茂木英五郎。あ、茂木英五郎？うん。チェックしとって。あ、これでこれをチェックしろってことね。あ、それ12球団分あるやん、チェックシートが。楽天のチェックシートでも、もしかしたらその普通のやつよりは価値あるんじゃないの？ああ、そういうことないかな。じゃあ次回やね。次回また。なるほど。あ、メモラビリアカード、バックパッチカード、スーパーパッチカード、コンボメモラビリアカード、直筆サインボールカード、クロス直筆サインカード、クロスコンボ直筆サインカード、スペシャル直筆サインカードってあるわけ ね。プレミアムはそれがあったら頑張ろう。そうやね。残念でした。じゃあ次回また来月かな。うん、ジェネシス編と J リーグもやろう。 J リーグ編ありますからよろしく。